チャレンジャーサイクロプスヨウスケ、それでは戦っていただくビートを聞かせてください。先攻後攻を決めるじゃんけんお願いします。ここで OK。 先攻チャレンジャーサイコロプス陽介、後攻モンスターフィリップ、 DJ ケンゴかませ。まずありがとう、yeah. 対戦してくれること、この場環境すべてに感謝。せっかく吐いたこの言葉、 CO2 で終わらせるにはもったいないから、ちゃんとあんたの心と鼓膜に届けたい。そうだろ、目の前にフィリップ、間違いなくイケてる、そんなこと分かってる、だからこそ男が黙っちゃねえんだ、yeah. 俺のこと知らねえんなら見せてやる、等身大の姿、ずるさも全部、俺は醜さも全部晒すから、ありのままの俺受け止めてくれ、そういうパンチライン俺も作りてえぜ、これはサンプリン、これはハンプニン、いやダンプティンダンプティンみてえなもん、よサイクロプス陽介最高潮に飛ぶぜ、いつも生きがってるわけじゃねえ。そう、ディスだけがバトルじゃないってこと、だっていいもんは素直にいいって言いたいんだもん、そんな当たり前の世の中できないからこそあえて投げかけるリスペクト込めたことの葉、あんたの人から今さらガタガタ言うまでもなく最高、ありのままレリゴーで価値をいただく、人を下げるなく俺は俺の価値を上げていく、yeah. だから俺もしねえ隠し事、俺のリアルはリアルを隠し事、分かってんだろ、綴ってる思い出、俺の言葉もっと重くなってくぜ、そのためにここに出た、ヒップホップじゃねえとか言ってるやつら、これが俺なりのヒップホップ、きっと届く、俺の言葉はきっとドープ、間違いない、俺たちは嘘だけはつきたくない、そんなんで勝ったって面白くない、いやでもまあ勝つのは嬉しいけど、やっぱ一番は楽しむことでしょ、はい、音を楽しむ、音楽を体験、還元してく、見てる大阪のマイフレンド、来年再来年は実際どうなるか分かんないけど、これからもよろしく、マイメン。勝ち負けなんて気にしてたらバトルに出らんねん、この先はもっと大変、分かってるから過酷でも、いやバトルでも俺はやってくよ、ダセー姿俺は晒し続けた、かっこよくなりたかったから這い上がった、立ち上がったライカゾンビ、だけど高く飛ぶ俺はライカゾンビ。終了。さあそれでは判定に入りたいと思います。チャレンジャーが青、モンスターが赤です。レッツジャッジ。おー、勝者モンスターフィリップ。ナイスバトル。いや、あのサイクロプス陽介もめちゃめちゃ良かったですよ。良かったですね、かっこよかったです。いかがだったでしょうか、サイクロプスさん。あ、僕ですか。戦ってみて、はい、はい、やっぱり強いですね。もっと好きになりました。あのまあでも負けっぱなしじゃ終われないので、次回あるならまた参戦したいと思って、本当にフィリップ君含め皆さんありがとうございました。ありがとうございます。あと一個だけ告知していいですか。はい、どうぞ。あの前回モンスターのあのアマテラス君と田中っていう曲を作ったんですけど。作ったの。はい、あのミュージックビデオあと上がる街なんですね。おー、なんであのそれ多分アマテ君のチャンネルでアップするので、あの田中って日本に多いよねって曲なんで聞いてください。お願いします。はい、ありがとうございました。